はい、どうも皆さん、こんにちは、なべです。今回なんですけども、勝手にカード組んで勝敗予想してみた第3弾、井上直樹 VS 滝沢健太選手の試合について予想していきたいと思います。この試合のね、結果をですね、言いますと、2ラウンド、サッカーボールキックで井上直樹選手の勝ちを予想したいと思います。まあ、その展開的には、石渡り戦みたいな感じで終わるんじゃないかっていうのを予想したいと思います。まあ、両選手の特徴ですね。まあ、井上直樹選手、USC も出てて、バンタム級の中でも結構身長高くて、リーチも長い、決めができるグラップラー、かつ打撃も良くて目もいいっていう、すごい、オールラウンダーかつグラップリングが突出してるっていう、すごく強い選手ですね。で、対して滝沢選手、リーチと身長が高くて、そのタックル切る動作だったりとかが結構素早くて、空手ベースの、飛び道具のある打撃が特徴的な選手ですね。結構 KO 率も高くてすごいいい選手なんですけども、なんでこういった予想になったかっていうところを話していこうと思います。井上直樹選手なんですけれども、結構ね、今まで戦ってきた選手がだいたい自分と身長同じかそれ以下の選手なんですよね。結構その今まで戦ってきた中で苦戦する相手っていなかったんですけど、一人いたんですよね。それが、大木久保選手は置いておいて、それが、トレント・ガーダム選手、覚えてますか皆さん。ライジンの井上直樹選手、初戦の相手なんですけれども、外国人選手でビクター・ヘンリー選手とかと、結構いい勝負してるぐらいの強さなんですけれども、結構その、グラップリングで決めきられないっていう対処法だったりとか、体の強さっていうところを持っている選手でして、あと、じりじりとした間合い、その、こっちがプレッシャーかけて打撃打ってっていうそのマニュアル通りの打撃じゃなくてパッと攻め込めることができるトレント・ガーダム選手の時に結構ね打撃苦戦してたんですよね。そのグラップリングでバック取って判定勝ちっていう感じだったんで打撃の面ではガーダム選手が押しすごい押してて、ああいったその飛び込んでこれる選手かつ、自分の間合いをあまり気にしない選手にすごい苦戦する感じがありますね。目がいいんで受け切れてはいたんですけどっていう感じで、もうもらってもおかしくないかなっていう状態だったんですけど、滝沢健太選手、そういった動き、そのリーチと身長はトレント・ガーダム選手みたいな感じであるんですけど、飛び込んだ打撃もできるんですけど、なんかそのちょっとねタイプ的にその蹴りで間合い詰めたりとか、その自分の距離感すごい大事にしてる選手で、その飛び膝とかもあるんですけど、あんまり対応はしないんですよね。自分から前に飛んでっていうよりかは垂直に飛んでカウンターで膝当てるっていう飛び道具を持ってるんで、自分の間合いをしっかり作って打撃で戦っていくっていう感じなんですけど、それだとね井上選手に勝てないんじゃないかなって思ってるんですよね。1ラウンドはどうにかごまかしていけるとは思うんですけど、その井上選手が自分の得意な間合い見つけた時に、蹴りだったりとかに対して、結構ねストレートのカウンターが結構上手いんですよね。蹴りに対してそのカウンター合わせたりっていうことが井上選手はできるんで、滝沢健太選手の蹴り、でも結構カウンター取りづらいかなと思います。本当にその朝倉海選手ですら、大晦日の時にそのすごい速いインローだったりとかにカウンター合わせれなかったんで、そこは難しいかなとは思うんですけど、タックルフェイントだったりとか、蹴りの間合いだったりとか、あと打撃を避けることですよね。プレッシャーをある程度受けつつ、目がいいんで打撃を避けながら、その、滝沢選手をフラストレーションを溜めて、ちょっと間合いが雑になったところにカウンターを当てて、ダウン取ってそこでサッカーボールキックでレフェリーストップ入るんじゃないかっていうのをちょっと予想したいなと思います。多分、これちょっと大穴っていうか、井上選手がどっちにしろ1本か、勝つかなっていう予想ではあるんですけど、ここはあえて KO で予想したいかなと思います。もう一回説明すると、その、滝沢選手が結構、自分の間合いがうまく取れなくて、ちょっとフラストレーション溜めて、スッと雑に入ってきたところに、井上選手のカウンターが当たって、サッカーボール、ダウンしたところをサッカーボールキックで、で、そのままっていう、のレフェリーストップで KO勝ちっていうのを予想したいなと思います。ということで、お疲れ様です。